今では、お母さんから今では、1日に2回ほどミルクをもらっておりまして、お家だけで大きく成長しております。最近では、大人のパンダにも与えているようなリンゴでしたら薄く切りますと、少しずつ食べれるようにはなってきております。ですがまだ、スタッフから竹をもらいましたが、この竹、食べることができないんです。でまだ子供の箸が生えておりませんので、大人の歯、永久歯に生えそうまでは、硬い竹を食べれるようにはなりません。大体1歳を過ぎた頃から大人と同じような硬い竹を食べれるようにと変わっていきます。かわいい。さあそれでは私からいろいろお話ししてまいりましたが、今度は皆様からのご質問にもお答えいたします。何か赤ちゃんユーヒについてパンダについて聞いてみたいことがありましたら、ぜひこの機会にお尋ねください。大きく手を挙げていただきましたらこちらからお伺いいたします。何パイロンかな、聞いてみたら、手挙げて聞いてみ、何食べますか、教えてくれるって聞きたいことがあったら、いらっしゃいますでしょうか。すいません、遅いんですが、大変多くのお客様にお越しいただいてますので、一番前のお客様、腰を低くしてご覧いただきお願いします。ありがとうございます。ではご質問、お兄さんお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、木から落ちてしまっても大丈夫なんですかというご質問をいただきました。夕日見ていただいても、よく木登りをしておりますので、たまに落ちてしまうこと、夕日もあるんですが、怪我をすることは実はほとんどありません。実はパンダたち、とても柔軟性がありまして、でんぐり返しができるくらい今回されましたが、でんぐり返しができるくらい柔らかいんです。ですので落ちるときにも受け身を取るように落ちます。また皮膚もとっても分厚くて、怪我をすることがほとんどないんです。ですので夕日、高いところからコロッと落ちてしまってもちょっと心配でしょうが、怪我をすることほとんどありませんので安心してご覧になってください。ご質問ありがとうございました。はい、じゃあ続いてのご質問をお伺いいたします。こちらのお兄ちゃんからご質問いただきました。パンダたちの模様なんですが、白黒模様の模様みんな一緒なんですかという質問です。はい、ご質問ありがとうございます。パンダたちの白黒模様、パッと見は同じように見えますが、実は少しずつ違います。